はい、では隷書ですね。お手本なもんですから、分かりやすくというところで、あまり、太細とか潤滑はあまりつけてませんが、ご自分の作品を作るときは、一応デッサンができた段階で、肉付けしてっていいと思いますね。参考までにちょっと肉付けした感じで書いてみたいと思いますね。筆は楷書と同じ。筆ですね。板チキの毛を使ってますが、横線は特にですが、筆を引くように、引くようにと心がけてください。まだまだちょっともう少し 潤滑しっかりつけた方がいいかもしれませんが、こんなリズムですね。やっぱり隷書とか楷書もリズムを感じられるような作品ですね。そういったものを心がけていただきたいと思いますね。